こんにちは、レイセンです。今日は6月15日月曜日になります。絶食792日目で、今日から1から3リッター絶食始めていきます。今日はその1日目です。で、まあ1から3だもんで、普通にフレッシュジュースとあとグリーントーヤだね。まあ基本はその2つでやるんだけど、これで1から3リッターまでですね。で、天気は晴れで、現在時刻は午前9時ジャストってところです。まあ早速フレッシュジュース作ってやっていこうと思ってます。で、あと水は多めにとって、あと塩水もねとって、で今日1回買い出しっていうか、お酒、神棚にお供えするお酒を買いにちょっと出かけてきます。すぐ帰ってくるけど、そんだけですね。そしたら絶食792日目始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。バンカン3個で 922g です。そしたら始めていきます。600ってとこですね。あと水、神社の色水を400で、さっきね100飲んだんだわ。昨日の残りの水が100ミリ残ってたもんで、でコップ洗うタイミングで飲んだんだよね。なんでこれ400入れるけど、今日はさっき飲んだ分100ミリ足して500だね。500から計上していきます。したら飲んでいきます。グリーンスムージー入れていきます。これカゴメのグリーンスムージー250。フレッシュジュースは5口ずつ飲んで、なるべく持たせようと思うんで、有機豆乳250で、グリーントーヤとグリーンスムージーを少しずつね飲んでいく感じで、あと香辛料、粉唐辛子を9回、一味を9回、とブラックペッパーを9回、したら飲んできます。そしたらちょっと買い出しで神棚用のお酒ですね、買ってきます。水入れていきます。神社の井戸水500、帰ってきたんだけど、神棚用のお酒とは別にファミリーマートでね、オレンジジュースなんだけど、これ、100% オレンジなんだけど、オレンジ果肉入りって書いてあったんだわ。ファミリーマートのオレンジジュースとか、この辺の果物ジュースだね、これ前に一回品質が落ちたっていうか、落とされたっていうか、品質下げて安っぽい味になっちゃったんだよ。で、果肉があったのが果肉もなしになっちゃって、なんだけどね、また果肉入れるようになったみたいだね。で、アップルの方もアップルピューレがあった。ただしフルーツはないんだわ。フルーツミックスはない。美味しさが本当は欲しいんだけど、あれはないね。これも試しにちょっと後で飲んでみようと思うんで、飲むのは透過ミックスだね。透過ミックスにして飲むって形。したら水、これ取っていきます。次、入れていきます。ファミリーマートコレクション。果汁 100% オレンジですね。オレンジ果肉入りってやつ、これをどうしようかな。250だな。で、1日1回このオレンジ透過飲むようにして、4日間で消化する予定です。
リーキ豆乳250。なんかあんま果肉入ってる感じしないな。前の美味しかった頃のやつよりはだいぶ落ちてる感じがするね。品質っていうか果肉の量が。あんまお金かけてないんじゃないか。入ってるは入ってるけど。味？ああ。果肉の感じはほとんどわかんない。わかんないけど、味はいいね。濃い。糖化ミックスとして十分やっていけるっていうか、大丈夫な濃さだね。飲む果実のオレンジにまあ近いかなと思う。でもこっちは1リットルで170円だから、飲む果実はまあ200円ぐらいいくからな、税込みでね。って考えるとまあ一応ありっちゃありか。飲む果実の方はね、ちょっとなんかお腹の調子悪くなったりするでな。これが問題ないようならこっちの方がいいかもしれないってとこですね。一応この味だったらありだな。下手に果肉たくさん入っててお腹の調子悪くなるよりは入ってない方がまだマシだし、今後まあ使っていくかもしれない。一応ね、1日1回ぐらいはまあ糖化ミックス飲むようにしても悪くはないかなってとこです。したら飲んでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250。昨日の動画編集作業中に思ったんだけど、扇風機の音入るなあれ。入らんかった。あまり気にならないかと思ったけど、なんか音がずっとブーンっていう音が入るね。で、有機豆乳250。あと、豆野ミックス2杯でしのげたら3リットル以下にできる。夜までで2杯だね。2杯で済ませられたらいける。あと、香辛料も入れていきます。で、あと水。神社の井戸水を250。したら飲んでいきます。おはようございます。今9時半ぐらいですね。3分前ってとこかな。したら計測の方入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、ちょっと68ですね。血圧測っていきます。108-75です。今日の結果報告です。今日は天気晴れのち曇りですね。睡眠時間5時間ほどとってます。深夜だね。深夜0時から午前1時までの1時間と、午前1時半から4時までの2時間半と、午前4時半から6時までの1時間半、
で合わせて5時間ってところです。まあ途中ちょこちょこっと起きて、で幽体離脱の練習ちょっとやって、で寝てっていうのをまあ繰り返してたんだけど、ちょっとねあやふやな部分があるんで、また動画の編集作業中に確認する。でそれによってまあ上下があると思います。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度午前8時半頃計測で29度、湿度は 54% でした。今日ちょっと暑かったね。で飲んだもの、野菜ジュースが 500ml、 豆乳は 750ml、 果物ジュースは 250、 果汁午前9時5分頃晩間 922g で 600ml、 水は 1650 になります。合計が 3750ml で、水 1650 のため実質は 2100ml です。なので今日は 2.1 リッター摂食ですね。はんはん、いいね、これならいい、十分。塩ヌチマースは 1.5g、 ターメリックは 0.1g、 香辛料は2回今日は入れてます。尿回数11回で濃さは薄め、あと完全無色、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。おならたまにありで匂いは分からずってところです。今日ね、おなら出た時に鼻のところまでは匂い上がってこなかったんだわ、なんか分かんないってとこですね。今日の計測時刻は午前9時半頃に計測しています。昨日よりも1時間と30分ほど遅いですね。まあその分 0.15 キロぐらいは減ってることになります。体重 58.15 キロ、昨日に比べて 0.55 キロのマイナスですね。割と減ってる。で昨日と同じ時間に測ってたとしたら 0.4 キロの減少ですね。まあ 2.1 リットルなんでね、多少減っていくのはあるでしょう。BMI は 18.4 でマイナス 0.1、 体脂肪率は 12.2% で変化なしですね。体重今日はドーンと下がってるのに体脂肪率全く変わってないっていうね、まあ、体脂肪率、まあでもそのうち減っていく気がするけどな、体重どんどん減ってったらね。血圧108-75、最高血圧変化なし、最低血圧マイナス1なんで、まあ血圧変わってないですね。脈拍79でプラス1、ウエスト68センチで5ミリの減少です。まあ 0.55 キロ減ってるんで5ミリ減少は妥当なところでしょう。で、今日の気づき。まず今日敷パッドだね。布団に敷パッド。うちの母が買ってきてくれたもんで。敷パッド。まあ夏用で汗でベトつかなくていいっていうことだもんで。ちょっと使ってみようかなって使ったんだわ。結論から言うとね、良かった。汗のベトーとした感じがなくってね、肌触りがいいっていうのかな、サラッとしてて、まあ割といいなあれ、と思った。やっぱ夏用の敷パッド使った方がいいね、夏は。冬は冬でモコモコっとしたやつの方がいいと思うし、まあそんな感じで快適だったもんで。敷パッドの方が、まあ、幽体離脱の訓練とか、あとまあ熟睡するという面においてもいいんじゃないかなと思います。で、今日使ったやつはね、商品名の書かれたやつを捨てちゃったもんで、わかんないんだよ、商品名。で、下村のね、2780円だったか、そんなやつだね。そのぐらいの値段のやつだ。また、ちょっとネットで調べてみて、出てきたら、テロップに入れるってとこです。なんで敷パッドだね、夏用の敷パッドを使って今後実験はしていこうと思ってます。であとファミマのオレンジジュースだね、これがね割と美味しかった。飲む果実だね、飲む果実のオレンジジュース、あれと味がね非常によく似てたんだわ。で値段170円で1リットル、おそらくね、まあ比べてないんだけど、果肉が少ないかもしれないね。飲む果実に比べたらね。果肉を少なくして、で、コストを抑えてるか、あるいは全く飲む果実と同じ品質か。だけど、まあそこを、まあ調べるのもめんどくさいもんで。で、この間飲む果実の方は飲んだら、ちょっとなんかお腹の調子が少し沈んだんだけど、今日のやつはね、飲んでもそう別に問題なかったもんで、ファミマのオレンジジュースは使えそうだってとこですね。中身はおそらく飲む果実のオレンジに近いか同じかどっちかだと思うんだわ。味はね、すごくよく似てた。
同じかもしれないあれ。のも果実のオレンジとね、うん、あんな感じだったんだわ、うん、まあ2つ両方買ってね飲み比べたら一目瞭然で分かるんだけど、うん、中に果肉の成分もあのメッシュでね、メッシュでこうして量をね測ったら分かるけどね、同じ量入ってるのか違うのかって、同じ量入ってるっていうのもちょっと考えにくいではあるんだよな。それだと名楽の方が売れなくなっちゃうと思うし、うん、それにコスト高でファミマの方も損失が割と出ると思うし、損失っていうか利益分が減っちゃうっていうのかな、うん、普通に考えたらちょっとあのコストを抑えるような感じで飲む果実よりも果肉の成分をまあ減らすとかして、だけどまあ品質は飲む果実のオレンジに近づけているっていうところがまあ妥当な考え方ではあるんだけど、どうだろうね、まあ調べるのめんどくさいんで調べないんだけど、うん、でまあ家から近いもんでファミマの方が、飲む果実はね売ってるスーパーが割とちょっと遠いんだわ遠いんだよね、うん、ファミマで買えるんならそっちの方がいいし、値段もまあちょっと安いんだよ、うん、40円ぐらい安いかな、割と違うよね40円ででかいから。で味は美味しいもんで、うん、フルーツフェスタのオレンジよりも美味しい、間違いなく美味しいね。飲むあと味はね、飲む果実のオレンジにすごく近いっていうか、まあ同じかもしれない、うん、そんな感じでした。なんで今後ファミマのオレンジジュースは使ってみようと思います。まあ1日1回だね、1回10日ミックスを作るで250使うもんで、まあ、4日だね、4日で1杯ってところです。うん、あとアップルだね、ファミマのアップルも果肉入りだったんだ、果肉っていうかなピューレ入りって書いてあったもんで、まあ、使えるかもしれない。あれもおそらく飲む果実のアップルに近いと思うんだわ、うん、だから今飲む果実のアップルでここでアップル塩活性液だね作ってるんだけど、このファミマのアップルで作ってみようと思う。おそらくね出来は同じだと思うんだよ、うん、多分品質が飲む果実のアップルに近いと思うから、なのでまたちょっと使ってみようかなと思ってます。値段コストも安くなるしな、170円で済むんで、うん、であとまあホワイトノイズマシーンだね、あれ、うん、使ってみたんだけどね、まあ、悪くない、うん、まあ本当に、ね、静かな時に比べたらやっぱねちょっとうるさいんだけどやっぱし、まあ、本当に静かな時が一番気持ちがいいんだけど、でもどうしても部屋にいるとね外の騒音とかも入ってくるし、特にうちね近くに土を盛った場所があって、そこで重機動かしてる人たちがいるんだよね、うん、重機の音がね割とよく聞こえるんだわ、入ってきちゃうもんで、うん、そういう音とか、うん、あとね一番大きい冷蔵庫だね冷蔵庫はすぐそばにあるもんで、冷蔵庫がブーンって言ってねコンプレッサーが動き始めるともうやかましいからね、うん、でホワイトノイズマシーンを使えばそういうのが、まあ、あんまり気にならなくなるっていうのかな、うん、っていうのがある多分でね、あれはあれで使えるかなと思ったホワイトノイズマシーン。ただホワイトノイズを出すボタンは使ってないんだわ。ホワイトノイズじゃなくって雨の音とか、あと川のせせらぎの音とか、あと夜のねスズムシの夜の音とかね、うん、そういうのを使ってるいつもね。この3つだね使うのは、うん、これがね割と調子いい。でまあそういう音、例えばせせらぎの音とかはね YouTube なんかでも拾えるんだわ。拾えるんだけどね、わざわざ YouTube 開いてそのせせらぎの音を出すっていうのがちょっとめんどくさいしっていうのがあってね。でもホワイトノイズマシーンだったらもうボタンをフッと押すだけでいいもんで、うん、まああっちの方がいいかな正直、うん、買ってまあ良かったとは思う。あれ3000円いかないぐらいだったかな、 Amazon で買ったんだけどね。
まあ、買ってよかったと思う。今後も、もう瞑想の時とか、あと寝る時だね。寝る時の幽体離脱の訓練する時には、使ってみようと思ってます。まあ、今も使ってるんだけどね。まあ、そんな感じです。だね。そんなとこ、明日も同じようにやっていこうと思います。で、1から3リッターでやろうと思ったんだけど、変えて、1から 3.1 リッターにしようと思う。3.1 を上限、まあ、四捨五入で 3.1 だね、うん、ここを上限にしてやっていこうと思ってます。っていうのもね、この果汁だね、フレッシュジュースがね、だいたい今バンカン使ってるんだけど、バンカン1個が平均 200ml ぐらいなんだよ、うん、大きさでね、平均の大きさでね、大きいやつだともうちょっと取れるし、うん、小さいやつだと少ないんだけど、だいたい 200ml ぐらい。だから3個使うと600なんだよ。で、フレッシュジュースがね、やっぱね、エネルギーがあって、あれがあるとないで全然違うんだよね。で、1日かけてフレッシュジュースを、まあ、少しずつ飲んでいくと、割と楽にね、1日持たせることができるんだわ。これ前に、トーヤミックスとトーカミックスで 1.5 リッター絶食だね。やってた時はかなりしんどかった。かなりっていうか、もう結構しんどかったんだけど、それがフレッシュジュース飲むとね、エネルギーがやっぱ間違いなくあるんだよ。エネルギーが取れるっていうのかな。なのであんましんどくないんだわ。ただし、やっぱ500ぐらいは欲しいな。1日丸々通してね、フレッシュジュースを取れるように、まあしたいと思ったら500ぐらいは欲しいなと思うから、そうすると、まあ、3個ぐらいはいるんだよ。バンカン3個ぐらいは使うことになるもんで。そうするとね、500じゃ済まないんだよ。3個使うと600ぐらいいっちゃうんだわ。だからまあ、600取ったとして、それをまあ、基準にして、ほいで、まあ、やっていくとなると、最後ね、3.1。まあ、全部500ミリずつ作るとなったら、最後 3.1 になっちゃうもんで。100ミリ出るからね。まあ、最後のトヤミックスを400で作れば、まあ、ちょうど 3.0 になるんだけど、400忘れちゃってね、まあ、いつも500で作ってるもんで、400で作らなきゃいけないっていうのを忘れちゃって、500で作ったらもうオーバーしちゃうから、そういう可能性もあるもんで、まあ、それだったら 3.1 ってもう最初から決めといた方がいいかなって思うんで、で、まあ、今後、今からは、1から 3.1 リッター絶食実験。まあ、それでやっていこうと思う。そうすると、まあ、今日だったら、トヤミックス2杯にトーカミックス1杯とフレッシュジュースで、まあ、2.1 でやれてるし。あと、まあ、2杯ぐらいだね。バイオリズムの低い時だったら、あと2杯ぐらいは、まあ、必要になっていく可能性もあるもんで。うん。あと、まあ、1リッターだね。1リッター飲んで 3.1。まあ、このあたりで落ち着かせるのが一番いいんじゃないかな。これだったらなんとかバイオリズム低い時でもやれるんじゃないかなって思うもんで。うん。ベストは 3.1 だね。だから1リッターから 3.1 で、まずは実験をしていく。これで、まあ、確実にできるようにして、で、その後、1から 2.1 リッターだね。2.1 リッターに、まあ、するって形だね。最終的に1から 2.1 リッターにする。うん。で、もうずっと1から 2.1 でやれるようにしていく。まあ、そこを目標にしてます。目標にすることにしたっていうのかな。だから今日の形だね。今日の形でもうずっとやっていけるように。できれば OK ってとこです。うん。ただバイオリズム低い時があるもんで、今日はあんまり低くなかったんだわ。で、低い日だと、まあ、これじゃ済まないもんで、まあ、3.1 ぐらいいっちゃうかなと思うけど、まあ基本は1から 2.1 の間でやろうと思ってます。ただ 2.1 だとね、まだあんま若返らないんだよね、うん、やっぱ 1.5 1から 1.5 ぐらいでやれた時だね。やれた時で、かつ精神にまあストレスかかってなくってとにかく負担が全然ない時だね、うん、体と心に負担があるともう老化しちゃうもんで、ほんと若返らないんだわ。
1から 1.5 でやれてて精神状態もいい日だね。そういう日はまあ若返ると思うから、まあ、そういう日を増やしていくってとこですね。これをまあ今後実験で進めていきます。そのためにはまあ1から 2.1 の間でやれるようにまあしていくっていうのが必要になってくる。いきなりだとちょっとね無茶があるもんで慣らしていくっていうのが必要になるから、まずは1から 3.1 リッター絶食でやっていきます、うん、でまあしばらくやって2週間ぐらいとかね、しばらくやってもうちょっと絞っても良さそうだと思ったら、まあ、1から 2.1 に絞った形でやっていく。でそこからはもうずっと1から 2.1 でやっていく。慣れてきたらそのうち 1.5 リッターでやれる日も出てきたり、1リッターでやれる日も出てくると思うから、うん、でその1リッターとか 1.5 リッターでまあ楽にねできるようになってきたら、もうあの肉体と精神が負担がかからない状態になってくるもんで、そうするとようやく若返ってくるんじゃないかなって思ってます、うん、まあ、この実験をする不老不死メソッドだね、まあ、最終形態っていうか、まあ、あの完成された形っていうかね、うん、まあ、あと追い込みになりますね、まあ、そんな感じです。あとあの幽体離脱はね今日はできなかった、今日もできなかったね。やっぱね集中力だな、集中力がねいまいち続かないんだよ、うん、2時間っていう時間ずっと集中し続けるっていうのがねなかなか続かない。1時間ぐらいでもまあ1時間でも割と長いんだよね。でその間にやっぱ違うことに、まあ、意識が向いちゃうっていうのかな、散漫になっちゃうっていうのかな、そういうのがあるもんで、まあ、ここは練習が必要かなって思ってます。まあ気長にやる、うん、とにかくまあ、ね、まずは寝床がしっかりね気持ちよく寝れるところだね。リラックスして気持ちよく寝れる寝床をまず作ること、そこからはあとはまあリラックスして体に意識を向け続けるっていうこの集中だね。であとまあちょっと体が浮いてるっていうイメージ、このイメージングもこれもあのしながらね。であの体に意識を向けるときにね、呼吸と体の両方に意識を向けるようにすると一番いいと思った。特に吐くときだね、息を吐くときにあのいい感じにね体がじわーっと変わっていくんだよ、うん、幽体離脱できる体にねじわーっと変わっていくんだよ。多分でね、そのやっぱ呼吸だな、呼吸、特に吐く息だね、吐く時が大事だね。意識を向けるのはあの呼吸と体全体だね、呼吸と体全体に意識を向けて、特に吐く時ねにじわーっとなるようにね、じわーっとなるように意識するとあのいい感じに進んでいくっていうか、準備ができるっていうのかな、幽体離脱の準備。全身が強いあの痺れと、あとはあの感覚のない状態に持っていくことができたら、まあ浮くから、今までの感じだとね、うん、まあ浮く感じがあるっていうか、そこに持っていけば大丈夫そうだっていう、あの、まあ大体ちょっとそんな感じがしてるっていうか、うん、あとはまああの確実にね、もっと回数できるようになってきたら、もうもっとはっきりしたことが言えると思うし。手応えとしてはそんなところだね。まあ、あのこういう風にやっていったらいいんじゃないかなっていうのが、まあ、見えてきたってところです。あとは実践あるのみって感じですね。練習あるのみ。なんで、まあ、あの呼吸だね。呼吸と体両方に意識を向けて、かつイメージングで少し浮いてる状態をイメージするっていうね。まあ、この辺、ここにまあ集中するだね。この集中を続けるっていうところにまあ練習が必要ってところです。まあ、そんな感じです。そしたら絶食792日目完了です。それではまた明日。